皆さんこんにちは。子育て包括支援センターの田村です。前回に引き続き健康づくり出前講座、町の講師として活動されている澤田理恵さんにキッズベビーダンスを教えていただきます。澤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のベビーダンスは赤ちゃんを抱っこして行うエクササイズでしたね。今回のキッズベビーダンスはどのようなものですか？はい、抱っこはそろそろ卒業かなという子ども向けのエクササイズです。歩けるようになってきたら親子が手をつないで一緒に踊るキッズベビーダンスに挑戦してみましょう。歩き始めから就学前までは脳と体をつなぐ神経や筋肉などが急速に発達、成熟していく時期です。キッズベビーダンスは遊びの要素を取り入れ、楽しく体を動かすことで子どもたちの脳と体の健やかな発達をサポートします。また親子でペアダンスを楽しむことでリズム感や基礎体力が身につくだけではなく、相手を思いやる優しい心を育みます。まずは簡単な動作の手遊びから始めましょう。今回はお子様の代わりにゆかちゃんに手伝ってもらいます。では手遊び、チョキの指をして体全体をぴょんぴょん跳ねていきますね。ぴょんぴょん、うさぎがかけてきて、野原にお花を見つけたよ。ぴょんぴょん、うさぎが喜んで、お花を一つ摘みました。ピッ。今度はゆかちゃんがお母さんにしてみましょう。せーの、とことこゆかちゃんかけてきて、野原にお花を見つけたよ。とことこゆかちゃんかけてきて、お花をひとつ摘みました。ピッ。続いて準備体操です。お父さんお母さんと一緒に楽しめるまねっこストレッチです。まずは動作の説明をします。最初は首のストレッチです。リズムに合わせて2回手を叩いたら、両手を頭に置いて首を左右に動かします。次に腕と肩のストレッチです。リズムに合わせて2回手を叩き、両手を真横に広げます。蝶々になりきって腕を大きく上下に振りましょう。次に膝のストレッチです。リズムに合わせて2回手を叩き、膝に手を置きます。そのまま膝を曲げ伸ばしします。この3つの動作を続けてみましょう。パチパチ頭、考える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 、パチパチ横、ちょ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 回りましょう。パチパチ膝、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。上手にできましたか？次はブランコの動作をしましょう。この動作は子どものバランス感覚を養います。子どもの脇の下に手を入れて胸の前で組みます。持ち上げて、そのままブランコのように前後左右大きく揺らしましょう。次にペダルこぎです。この動作はお腹周りの深いところにある筋肉を鍛えます。子どもと向かい合って座り、両足の裏を合わせます。ペダルをこぐように左右足を交互に前に出しましょう。最後にジャンプをします。この動作では子どもの瞬発力、柔軟性を養います。
お父さん、お母さんは両足を前に伸ばして座ります。その上をジャンプで飛び越えましょう。飛び越えたら、お父さんとお母さんは両足を揃えたまま上に上げます。その下をくぐって元の位置に戻りましょう。親子で体を動かすのは楽しいですね。体がほぐれてきたところで、次はいよいよダンスに移ります。まずは動作の説明です。足を肩幅ぐらいに広げます。子供と向かい合って両手をつなぎます。そのまま左からゆっくり揺れます。次は膝を使って少し早く揺れてみましょう。早く、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 早く。次にスクエアステップをしてみましょう。左から前、横、閉じる。後ろ、横、閉じる。自分の前に四角を描くようにステップを踏みます。音楽に合わせて行いましょう。足は肩幅ぐらいに開いておきましょう。左からゆっくり揺れましょう。早く揺れましょう。四角スクエアステップを描きます。もう一度。皆さんできましたか？気軽に楽しんで行ってくださいね。澤田さん、ありがとうございました。寒さで体が縮こまってしまいがちですが、お家でお子さんと一緒に体を動かすことで気分転換になり、運動不足の解消にもなります。お父さん、お母さんだけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんもお子さんとコミュニケーションをとって絆を深めましょう。ダンスをして多くの効果を実感してみてください。それでは次回の伊賀ニンニン健康プロジェクトもお楽しみに。